ランダはめちゃくちゃいいっすよ。小林勇気がオランダで体験した今をときめくスターたちとの共演。オランダはめちゃくちゃいいっすよ。いいんだ。戦術ってこういうものなんだなっていうのも。あ、そう。俺がいた時は今アーセナルのキャプテンいるじゃないですか、マルティン、腕がゴー、あいつが右サイドハーフにいたんですよ。相手が例えば2ボランチで、1枚がトップ下見て、でマルティンが入ってきたらこう疲れるじゃん、これ見るじゃん、したらうちはダブルボランチじゃん、で相手のトップ下1枚いるじゃん、したらどっちかにつくじゃないですか、したらどっちかが開くじゃん、ボランチが、したらそのボランチを使うんですよ、俺に例えば月に来たら、マルティンがここ開くんですよ、でその時のうちの右サイドバックが最強だったんですよ、今インテルの右サイドバックのやつなんですけど、ダンフリーズってオランダ代表の右サイドバックなんですけど、内側に入る時と外に張ってる時のポジション取り もう超うまかったから、その時はめっちゃ強かったんですよ、うちのチーム。俺の代表腕ゴールうまかった、やばい。あ、そう。練習中取られるの見たことないです。マジで。